パレストリーナ、パレストリーナは、イタリア共和国ラツヨ州ローマ県にある都市であり、その周辺地域を含む、基礎自治体、コムーネ。人口は、約2万2000人である。古代には、プラエネステノナで呼ばれたラテウムの都市で、ホルトゥーナの神殿で知られていた。古代ローマ時代には富裕層の避暑地となり、中世には、有力貴族であるコロンナ家が拠点と、 17世紀にの手に渡ったカトリック教会の司教座が置かれており大聖堂と神学校があるローマの東ティボリの北東アペニン山脈の山脚部に位置する標高は海抜450メートル隣接するコムーネは以下の通り遺跡からはプラエネステに紀元前8世紀から7世紀にすでに集落が作られていたことが知られている 古代の町があった丘のふもとにある平原に古代には墓地が設けられていた。おそらくはカルタゴ山であるフェニキア様式の銀杯や金と紅白による装飾品、エトルリア様式の青銅細工や造下細工の副装品が墓地から出土している。紀元前7世紀から3世紀の間に返せられる出土品はないが、紀元前250年頃から 独特な作りの墓地が見られるようになる。この墓地からは、エトルリア文字の刻まれた手鏡などが出土している。また出土品からは、エトルリア人だけでなく、ギリシア人とも交易があったことが伺われる。プライネステはおそらく、アルバロンガの勢力圏にあり、共和制ローマと同盟関係にあった。紀元前百九十年、カリア人との戦争で、ローマが弱体化すると、プラエネステは、 同盟を解消し、ローマと敵対するようになった。この敵対関係は、ラテン戦争で頂点に達した。戦争は、ローマの勝利に終わり、プラエネステは賠償として、領土のいくらかをローマに割りした。戦後は、ローマの同盟都市となった。ローマ軍団が中屯し、またローマから亡命した者が、プラエネステに住むことが許された。ローマからの亡命者は富をもたらし、 プラエネステの繁栄と成長に寄与した。ローマ共和国末期、同盟史戦争を経て、紀元前90年に、プラエネステに対して、ローマ市民権が提供された。ローマ内乱では、紀元前82年に、プラエネステで、ショーマリウスがスッタに包囲され、結果、ショーマリウスは自殺し、プラエネステの男性市民が虐殺されるという事件が起こった。おそらくはこの後、 プラエネステの町は、より低地に移設され、球場にあった、ホルトゥナ神殿が移転した後の市街へと拡張された。丘陵地である、プラエネステには涼しい風が吹くため、低世期には、ローマに近い避暑地として、富裕層に好まれ、多くの別荘が建てられた。カイサル・アウグストスが滞在し、ティベリウスは、プラエネステで、病気療養をした。ハドリアノスのものとされる別荘の遺跡が、 町から1 2トルほど離れた平野城に残っている。ショープリニウスやシュンマコスもプライネステに別荘を持っていた。富裕な滞在者たちが検討し試合を催したことが布告から知られる。古代にプライネステを有名にしたのはホルトゥナの神殿とそこで与えられる神託である。神託はプライネステのくじと呼ばれていた。遺跡から神域は 紀元前2世紀にはすでに築かれていたことがわかっている。神殿の前にはクラウディウスが建立したオベリスクが建てられていた。これは現在も残っている。プライナステノフォルトナはプリミゲニア最初にもたらすものの何より崇拝された。この女神は二人の赤子に父をやる女の姿に描か,かれ、これはユピテルというのであると言われた。主な崇拝者は 既婚の女性たちであった。信託は、キリスト教が広まってからも依然として与えられていた。テオドシウス一世の時、信託は禁止され、神殿は閉鎖された。キリスト教の主教座が初めて文献に触れられるのは三百十三年である。大聖堂は、以前の町のバシリカ、集会場を転用したものであった。1297年、当時プラエネステ、 パレストリーナを領有していたコロンナ家が、ローマ教皇に反乱を起こした。その翌年、教皇軍はパレストリーナを制圧し、街を完全に破壊した。1437年、教皇軍の将軍ビッテレスキス・スウキ教は、再建されたパレストリーナを占領し、再びカンプ亡きまでに破壊した。1448年、ステファノ・コロンナは街を再建し要塞化した。 1630年、町はバルベリーニ系売却された。パレストリーナは、ルネサンスの大作曲家、ジョバンニダ・パレストリーナの記事である。現在のパレストリーナは、古代のフォルトゥナ神殿のあった高台に設けられている。古代には、フォルトゥーナの神殿があり、その一部が遺跡として残っている。モザイクの床が残る。現在は、バルベリーニ宮殿中。古代遺跡は、 中世に転用されており、アルクスプライネスティナは現在カステルサンピエトロとして残っている。1332年にコロンナ家が建てた宮殿と教会は、全面をアラバスターと大理石で覆われた壮麗な建物である。指教座が置かれ、大聖堂と神学校がある。神学校は、バルベリーニ宮殿を使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。